まあ、両親が亡くなって私が引き継ぐことになったんですけど、子供たちもまだおじいちゃんの家が残っててほしいっていうのもあるし、思い出も残しつつ新しい気持ちで生活していきたいな。予算がそんな潤沢にあるわけではなかったので、まあ、その中で一番こう我々の希望を叶えていただける、本当にね、親身に考えてもらって床がすごく気持ちよくなったんですよ床でゴロゴロして上に張ろうかいうプランとかもあったんですけど、絶対上に張るのは良くないってもうはっきりおっしゃって、うん、本当にこだわっていただいたというか、はい、まあ、お話を進めていく中でこうどんどん理想も膨らんでいってこんな感じにしたいですっていうのを出したんですね。そしたら本当にイメージ通りになるんだみたいな、それは本当に感動しました。玄関開けたら木があったらいいなっていう、もともと戸建てが欲しくてログハウスみたいな木の家が欲しかったんですけど、マンションで同じような雰囲気が出せたらいいなと思って天井に木のクロスを貼ってもらって、あとキッチン、海外製の食洗機を入れたのですごく大きくて使い勝手も良くて、やっぱり好きな雰囲気で全部統一できたので、もうなんかずっと住んでたみたいな落ち着きがあります。本当にリフォームをすることによってなんか気持ちの整理もしながら家もどんどん綺麗になってってね、まあすごい満足して、はい、理想のトゥースタイル。